Spread your wings。 説明書的な。じゃあ開けてみましょう。結構しっかりしてるぞ。素晴らしい。おお、なるほど。お、TRLS ケーブルね。USB Type C ケーブル。どこ？シフトキー。ちょっと待って。これどうなってんの？ここでしょ？面白すぎる。ということで今日はですね、モスウィング行ってみましょう。いや、なんだこれ、面白いな。はい、皆さんこんにちは。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。キーボードは文房具山カフェです。今日はですね、こちらモスウィングというね、分割式44キーのキーボードになります。こちらモスウィングさんから送っていただきました。ありがとうございます。昨今巷では自作キーボードっていうのもね、一定の認知度を得ていると思うんですけども、正直ね、敷居が高いと思っている人も多いんじゃないんですかね。まあ、一方で人とは違ったキーボードを使ってみたい、もっと効率のいいキーボードはないのかと思っている人も一定数いると思います。で、最初にね、言っておきますけども、このキーボードの対象者というのは多分ですね、市販のキーボードではちょっと飽き足らないんだけど、マニア一歩手前の人が対象なんじゃないかなと思います。自作キーボードが作れる人はね、思いっきり自分好みのキーボードというのを作っていけばいいんじゃないんでしょうかね。まあ、しかしね、そこにまで一歩踏み込めないんだけど、自作キーボードの世界にも足踏み入れたいと思ってる人、まあ、そんな人たちに送るキーボードがこのね、モスウィングなんじゃないかなと思いますね。それでは概要チェックいってみましょう。モスウィング分割式メカニカルキーボード44キーによるキーマップのアサイン変更が可能。 Mac、Windows 対応、有線専用ということで、外観チェックいってみましょう。左右分割式ということで、基本的にはですね、左右対称になっています。キーの数は44で、無刻印のキーキャップですね。これがかっこいい。で、本体の内側にはですね、左右をつなぐ TRRS コネクタですね。そして左側のボディには、Mac や PC とつなぐためのコネクタがあります。本体裏面には角度調整の足はございません。本体自体はね、非常に高級感のある作りじゃないでしょうか。キーキャップはですね、ABS 素材になっていて、結構これね、厚みがあるんですよね。で、これね、すべて無刻印なんですよ。で、これ後で説明しますけども、レイヤーの切り替えとか、基本的にはね、自分自身でキーマップを変更することを、まあ、前提としているから、まあ、刻印があるとね、それはそれで困っちゃうよねと、そういう感じなんじゃないでしょうかね。キースイッチはですね、呼び方が間違えていたらごめんなさい。カルアボックスブラウンタクタイルというものになっています。まあ、しっかりとしたタクタイルというよりは、スイッチ的なタクタイルって言ったらいいのかな。カタコとカタコとっていうのも、カチャカチっていうような、感じの感触を受けます。で、打鍵負荷はあまりないので、長時間打鍵していても疲れにくいんじゃないかなと思いますね。で、残念なのが、これホットスワップじゃないんですよね。この手のキーボードだと、まあ、スイッチもね、自分自身の好きなものに変更できた方が良かったかなと思いますね。さて、このね、モスウィングの特徴ですね、この分割キーの配置というのを見ていきましょう。モスウィングはキーの数が44なんですね。で、一方、一般的なフルサイズキーボードは108とか、まあ、100を超えてあるわけですね。で、天キーを除いた 80% コンパクト、まあ、天キーレスキーボードと言われるものでも、まあ、87ぐらいのキーがあるわけです。で、この半分しかないこのキーをどのように使うのかを見ていきましょう。
でちょっと前に僕もね、このキーマップを変更するっていう動画を上げてるんですけども、まあ、キーボードにキーをアサインするには、このレイヤーっていうね考えがあるんですよね。で、モスウィングには3つのレイヤーがあります。通常使用するのレイヤー0ですね。まあ、ここには一般的なアルファベットがアサインされています。そしてレイヤー1ですね。ここには数字やカーソルキー、そしてファンクションキーなどが最初に割り当てられています。で、この3つがあるわけですね。で、この3つのレイヤーを切り替えることで、まあ、少ないキーでも効率的に入力できるようになっているということなんですね。で、特徴的だなと思ったのは、このね、キーの配置なんですよね。一般的なキーボードだと、一つ一つのキーは、こう、互い違いに配置されていると思うんですけど、モスイングの場合は、キーが直列って言ったらいいの？直列に配置されてるんですよ。まあ、これちょっとした違いなんですけど、キーの並びが違うと、感覚でね、打鍵している指の感覚がね、おかしくなって、まあ、最初は僕の場合はね、まともに打鍵ができなかったですね。このキーのアサインの変更なんですけども、デフォルトのままで使ってもいいんですけども、やっぱりこの手のキーボードだと、自分のね、好きなようにアサインをした方がいいと思います。で、変更するためには、2種類の方法があって、1つが VIA、そしてもう1つがリマップという方法を使います。で、今回ちょっと VIA で見ていこうと思います。で、VIA を起動するとですね、最初に現在のキーマップが表示されるんですよね。で、あとは、どのキーに何をアサインするかというふうに決定していくだけです。まあ、操作自体はめちゃくちゃ簡単なんですけど、どのキーに何をアサインするかっていうのが一番難しいんですよね。アルファベット以外では、カタカナを多用するんだと、例えば超音記号とかは通常のデフォルトレイヤー、まあ、レイヤー0に配置したいところですよね。個人的にはですね、まあ、カッコ系は、こうレイヤー串刺しにして同じキーにアサインすると便利だなというふうに思っています。レイヤー0、レイヤー1、レイヤー2に同じようにこのカッコと閉じると、カッコとカッコ閉じるをアサインしておくと、レイヤーを切り替えるだけで同じキーでね、カッコの種類が変えられるという感じですね。このキーボードですけども、僕個人的にはですね、キーの配列や配置に慣れるまでにかなり時間がかかっているんですね。で、問題は僕自身にあるということは分かっています。僕はですね、動画でも片言入力していますが、実はホームポジションでの入力じゃないんですよね。例えばですね、左の小指って実はほとんど使ってないです。それから、B は左で入力したり右で入力したりとかって気分で感覚で選んでやってる時があるんですね。なのでまずはホームポジションでちゃんと打鍵できるなっていると、まあ、こういったね、一見変な配列だけど実はホームポジションで入力することを前提としているようなキーボードの場合は最初からちゃんとね入力できる、まあ、敷居が下がるのかなというふうに思いますね。でやっぱりねこの特殊な配列っていうことは、まあ、販売元も分かっているようでこの配列になれるようなアプリなどがね公開されているんですよ。でまずはこのチュートリアルに慣れて使っていくことで自分の指先の延長のようにね使いこなすことができるようになってくるとそういうことなんですよね。それから分割式キーボードっていうのは本体がね左右に分かれていることで肩幅がねこう広がるので肩こりにはかなり有効だと思います。でまたこういったね少ないキーをレイヤーでね切り替えて使うということでこの腕をね動かす範囲自体も少なくなることで効率的に入力ができるというふうになるんですね。それから分割式なのでこの間ねキーボードとキーボードの間に何を置くのみたいなことも実は、まあ、一部界隈ではにぎわっていたりしますよね。僕自身ももうちょっとね追い込んで使ってみていこうかなと思います。お値段チェックです。公式サイトでチェックしております。
モスウィング税込みで69,300円、送料は全国一律無料、海外の場合は別途見積もりということで、まあ、ほぼほぼ7万円に近いということで、なかなかね、手が出しにくいような金額だと思うんですよね。で、現在なんですけど、60日間のお試しができるようで、60日間のね、使用で満足できなかった場合は、全額返金保証があるということなので、これはね、助かりますよね。まあ、逆に、この60日間返金するよってこの保証っていうのは、結構販売元としても、いや、使い慣れたらめちゃくちゃいいぞということの表れだと思います。まあ一方ね、使用者としては、この特殊配列のキーボードっていうのは何が一番困るかっていうと、やっぱりね、この配列になれるのかどうかっていうのが一番ね、ポイントになると思うんですよ。まあこういった自分のね、こうなんていうんですかね、懸念点っていうのをカバーしてくれるのは本当助かりますよね。ヤマカフェチェックです。44キーというね、数少ないキーをレイヤーを切り替えて使うモスウィング。プログラマーなど一日中キーボードを触っている人にとってはかなり効率アップにつながると思います。また左右分割式になっているので肩こりなどの症状にも効く可能性がありますよね。まあ、一方でですね、まあ、スイッチがホットスワップじゃないっていうのを僕個人的には非常にちょっと残念だなという感じですね。まあ、リニアが好きな人もいればクリッキーが好きな人もいると思うんですよね。で、重さはですね、片方約 410g ということなので、まあ、2つ合わせて 820g、1kg 切ってます。まあ、持ち運ぶこともね、できなくはないんじゃないかなと思いますね。なので、まあ、どこでも自分の指に慣れたキーボードを持っていって作業ができると、そういうことなんですね。ということで、質問ありましたらコメント欄まで、チャンネル登録まだの人はチャンネル登録をして次の動画をお待ちください。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。